本日の動画は長野県須坂市にある須坂動物園園内で突撃インタビューをしてまいりましたので、どうぞそちらをご覧ください。どうぞ。はい、では早速インタビューしていきたいと思います。すいません、ちょっといいですか？何？なんか何でもいいから聞いてみろよ。え？聞けるもんだな。お？こちらは、虎さんでございますね。ちょっと、インタビューしてみましょう。すいません。ちょっといいですか？ああ、忙しい。ああ、忙しい。忙しい、忙しい。ああ、忙しい。忙しいわ。忙しいって、忙しいわ。ああ、忙しい。忙しいわ。忙しいわ。ちょっとインタビューだけでもさせてもらいたいんですけども。忙しいんちゃい。すいません、ちょっといいですか？いけねえ、忘れ物したわ。なんだったっけ。ああ、思い出した思い出した。なんだったっけ。ああ、思い出した。ああ、そうだ、そうだ、そう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 、そう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 。なんだったっけ。思い出した。お次はカピパラさんですね。カピパラさんにインタビューしたいと思います。すいません、ちょっとインタビューしたいんですけども、よろしいですか？何を聞こうとしてるんで、見たらわかるだろうで。何やってるんですか？わかるだろ、何もしてねえよ。もうちょっと、いろいろ聞いてみたいんですけども、すいません。もう少し聞いてもいいですか？すいません。もう少し聞きたいんですけど、すいません、すいません。なんかうっとうしいな。いろいろ聞いてくる。一言もらえますか？こんなんでいいかい？いや、そういうことではなくて、一言なんですけど。こういうことだろ？カピバラ。すいません。インタビューいいですか？ダメに決まってんだろ。誰に話しかけてんの？見たらわかるだろ、今。俺、角がないんだよ。だから、話しかけない。そういうことだ。すいません、インタビューですか？俺がインタビューしてるのか。なんだ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 なんすいません、ちょっとインタビューしたいんですけどもいいですか？聞こえてますか？すいません、ちょっとインタビューしたいんですけども、聞いてよろしいでしょうか？ねえ。ねえ。すいません、聞いてもいいですか？No. あちらにいるのはロバさんみたいですね。ちょっとインタビューしに行ってみましょう。すいません、ロバさん、ちょっとだけインタビューにお時間いただいてよろしいでしょうか？
何を俺に聞きたいんだい？答えることなんか何もない。わかるだろ？ワイルドだろ？すいません。インタビューしたいんですけども、ちょっとよろしいですか？お前ちょっと、そこどけよ。なんで俺がどかなきゃいけないんだい？登れるもんなら登ってみたらどうだい？ケチだな。すいません、インタビューしたいんですけど。誰だやつは、なんで俺らにインタビューしたいんだ。お前が答える。いや、いいわ。僕は今お姉さんを見てるので忙しいので無理です。俺ちょっと恥ずかしいからさ、ヒゲ剃るのちょっと忘れちまってよ。ヒゲなんかねえじゃねえか。そんなに無理して答えなくても大丈夫なんですけども。あ、いいね、用事を思い出した。ごめんごめん。すいません、インタビューしたいんですけどもいいでしょうか。どうする、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 する、する、どうする、どうする。こちらにいらっしゃるのはペンギンさんですね。皆さん結構いらっしゃいますんで、どなたにインタビューしてもいいでしょうか。あ、なんかあそこね、あるぞ。おい、なんだあれや、なんだあれや、だあれや、なんだあれや、なんだと思う。なんだあれは、なんなんだあれは、誰なんだ、来たなのか。すいません、ちょっとだけでもいいんですけども、インタビュー答えていただけませんか。なんだりゃ、なんでもないぞ。なんでもなかったな。なんでもないな。なんでもなかったか。そうか。帰ろうか。そうしようか。そうしよう。ねえ。すいません、インタビューよろしいでしょうか。誰に物を言っとるんじゃ。何を見とるんじゃ。レンズを向けるんじゃない。わしは何も答えないぞ。そういうことだ。わかったか。いかがだったでしょうか。入園料200円で、これだけのたくさんの動物たちに触れ合える、そんな動物園が長野県須坂市にございました。ぜひこれから足を お運びいただいたらいかがでしょうか。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。須坂市立園、塩袋のことでも大丈夫ですか。いいです、いいです。はいはいはい、2022年度、代表動物選挙で1位になったシロフクロウ、シロフクロウが1位になったんですが、須坂市動物園いろんな形でイベント盛り上げて、いきたいと思いますので、ぜひ須坂市動物園に遊びに来てください。ありがとうございました。この形でいいです、ありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。